チームに入ってもらう選手を我々が好きでやって、一人前田選手で、もう一人は、松田栄太郎選手が、チームに合流してドラゴンズだったので、みんなにちょっと紹介を改めてしたいと集まってもらいました。ポルトガルから来ました前田大臣です。よろしくお願いします。前田大臣呼びにポルトガル審査が上から来ました。松田栄太郎です。よろしくお願いします。リンチドイス。ボーリンチドイス。Eu achei que só no Brasil dava pra ter a idade. ね、今までどっちかというと攻撃的なチームでプレーあんまりしてなかったんで、初めてなんていうの本当に攻撃っていうチームでやることになったんで、まあ、その楽しみがやっぱありました。まあ、どの監督もやっぱそうなんですけど、求められてることはやっぱりしっかり表現しないと試合にやっぱ出れないと思うんで、まずは与えられてることはやっぱりしっかり選手がやっぱりしっかりプレーしないとダメだと思う。まあ、まずはしっかり与えられたポジションでしっかりやるだけかなっていうと思う。チームに帰ってきて、まあ、すぐメンバー入れたことは正直自分でもびっくりしていますし、まあ、このチャンスをどう掴むかは自分次第と思うので、まあ、頑張りたいです。成長して帰ってきたところを見せたいです。はい、圧倒しようね、みんなで。後半も苦しいぞ、苦しいぞ。後半は行ってますね。よっぱい頼むぞ。もう一回頼むな。チャンスは絶対回ってくると思ってたんで、その準備はずっとしてたんで、特別緊張することもなかったし、すごい楽しみでやってやろうっていう気持ちになりました。自分の持ち味をもう出そうと思ってたんで、それは何回か少ない数ですけど、自分の中でいい形でチャンスにできたかなって思うんですけど、やっぱそこが得点につながらなかったので、まあ、そこはもうちょっと課題であるというところです。Chego aqui para o elenco, espero dar o melhor para que juntos possamos chegar no objetivo do clube. Pode me chamar de Júlio. Prazer estar aqui com todos vocês. Então, ele já tinha visto alguns vídeos meus, né? Como ele falou, no Brasil, tudo mais, e viu minha característica também. Eu acho que a melhor palavra que ele pôde dar para mim foi: eu confio em você.
Acho que isso foi muito importante. Você ouvir isso de um treinador, que ele confia no seu trabalho, confia no seu futebol, e te dar essa confiança para você jogar dentro de campo, acho que foi o essencial para esse momento meu hoje. Yeah.